後藤康也太氏5月21日から1937年7月16日は、北濃鉄道株式会社の社長、白尺、後藤武史太郎の着難、後藤章二郎の着八1896年、後藤武史太郎の着難として、新潟県に生まれる。母は、新潟の芸妓。祖父、後藤章二郎は、毛太郎が宝刀の末に、 多額の負債を抱えていたため、後藤家の行末を案じて、毛太郎を長らく感動していたが、孫の穂矢太が生まれたことを大変喜び、このことがきっかけで毛太郎の感動を解くことになった。穂矢太という名は、後藤章二郎の妖名でもある。1913年、父毛太郎が皇居したため、17歳の時に就職を仰せつけられる。学習院を経て、 米国プリンストン大学に留学。帰国後、新橋の花街で、後藤の若様と担がれるほど奉納して散在した。また、いとこにあたる岩崎小屋田に25万円を用立てて、もらうも、半年経たない間に使い切ったり、父と親しかった、杉山茂丸に事業を斡旋してもらったり、資金援助を受けたりしたが失敗し、昭和の初めにはすり寄ってきたブローカーのような人々に、 印版などを悪用され、約5万円の負債を抱えた。1928年に隠居したが、長男への就職は許可されなかった。1922年に、新橋の芸儀、信場と婚約し、同棲を始めたが、信場が、ホヤタから感染した、性病治療のために新居を離れていた間に、ホヤタが、花岡貞子と結婚し、 さらに信ぶが翌年産んだ子を認知しなかったため、信ぶから婚約不履行で訴えられた。ほ谷田は、目かけとしてのぶよを引かしたのであって、婚約ではないと反論したが、求婚の際に医師による、処女証明書を提出させるなど、婚約と信じるに足る状況が散見されるとして、裁判所は信ぶの訴えを大筋において認め、ほ谷田に医者料の支払いを命じた。 1931年頃には、北農鉄道株式会社の社長となっていた。事業を起こそうと、フィリピンや満州をめぐった後、1937年7月16日、皇居、去年42、長男、小蔵は、就職手続きをせず、後藤白爵家は消滅した。ありがとうございます。